押し合いが始まりました。米兵が手を挙げています。僕らが座ってるところを見ながら旋回しますからね。わざと手をババババッと、そうそう目標物と思うな。警察がいるするのか、誰が許すんだ。説明会無視でいきなり工事、それはありえないでしょう。この夏公開される映画標的の村、自然豊かな沖縄本島北部の高江に建設が予定されている米軍のヘリパッド工事をめぐる住民たちの抵抗を追った映画です。今日はこの映画を監督した琉球朝日放送のアナウンサー三上千恵さんにお話を伺います。三上さん、よろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします、はい、アナウンサーでありながら取材もして制作もして、さらに、まあ、映画という形を、まあ、撮られたわけなんですけれども、なんで、まあ、この高江の、まあ、標的の村というですねタイトルで映画というものにしようというふうに思われたのか教えていただきたいんですけれども、はい、私たち沖縄のローカル放送局だと毎日ローカルニュース夕方にね、だいたい 3,40 分のローカルワイドをやりますが、その中 の、まあ、そのネタでですね、東京まで登る全国ネットになるものはもう本当にごく一部でほぼならないんですね。だから大事な企画じゃないとわからないようなことはストレートニュース1分ぐらいだと全国ネットになったりするんですが、企画ものはなかなかね放送できないので、まあ、仕方がないんだと、それは全国ネットってハードル高いのでといって諦めてきたんですね。18年間諦めてきたんですけれども、でもいよいよこのオスプレイが来るという去年の10月の沖縄が置かれた状況っていうのは今までの中でもかなりひどかった。まあ、県民がねどれだけ反対していたかもあまり伝わってないと思うんですね。県議会も反対決議をし、県知事も反対し、で10万人以上の人が集まって県民大会で抗議もし、民主主義の中でできることは全てやったと思うんですね。それでも配備すると決めたら配備するんだっていう暴力的に配備された。でもこの前段階でですね、オスプレイの配備を睨んだ無理な基地政策っていうのを、まあ、この18年ずっと沖縄は耐えてきたんですね。でここに去年の10月1日に配備される時にですね、初めて沖縄県民は普天間基地を封鎖するということをやりました、はい、台風17号の暴風がまだ残る中、オスプレイに反対する市民が動き出しました。今大山ゲートを封鎖しました。普天間基地のゲートが封鎖されたのは前代未聞のことです。完全に全部のゲートを封鎖したのは22時間、はい、で封鎖したっていうのは3日間って捉える人もいるんですが、こんなこと日本で起きてるのかなっていうような暴動に見えますよね、はい、警察が私たちマスメディアも排除していくし、で泣きながら警察に連れて行かれるっていうような、まあ、こんな場面がですね、私たちはもうたくさん撮影はしたんですが、全国ではほとんど流れなかったんですよ。この映像がなかったことになってしまうのかなっていう危機感で、なんか歯を食いしばって12月1日に放送したんですね。そしたら12月1日の放送はローカルだったんですが、その後インターネットに上がって、はい、でそこ47分ぐらいの番組ですね。そうですね、はい、で基地問題の47分のドキュメンタリーでね、アクセス数がね何千いってもびっくりするのに3万いったんですね、うん、一気に。なのでそんなにこれ見たい人がいるんだとも思いましたし、あと全国からですね、いろんな反応が来て、メールとかファックス でちゃんと知らせてください、ローカルだけでなぜ終わらせるんですかっていう抗議に近いものも結構あって、うん、でその311以降の現象だと思うんですけど、私たちはこれ以上知らないことで加害者にされたくないですっていうコメントが重複してあったんですね。だからそのエネルギー政策もそうなんですが、沖縄の安全保障政策が沖縄にばっかり負担を与えているということも国が決めたことで、私たちは了解をしていない、加害者になんかなりたくないんだって思って沖縄の問題を見つめている人たちがですね結構いる。でこの人たちは知りたいと思ってる、で知ることで加害者になりたくないと思っている、だったらどうにかして全国の人に伝えないといけないと思ったんですね。で全国ネットが難しいとなって悶々としている時に、はい、映画化したらどうなのっていうようなことを言われたんですね、はあ、その47分で
描いたあの、まあ、ローカルでも出したものとまたその、倍ぐらいの時間、まあ、増えたということでどういう場面がその、三上さんとしては、まあ、加えたというかこの映画の中でさらに表現したところに当たるんでしょうか。あの大きく増えたものは3つあって、はい、で1つはその高江のね沖縄には珍しい山村のヤンバルっていうの地球の宝物みたいな場所の桃源郷のような森の中の生活っていうのを素敵ですね。あの源さんというお名前が足峰源達さんのご家族、はい、お子さんもたくさんいらして本当素敵ですよね。あれはですね私もやっぱり沖縄に住んでても分からなかったぐらいの本当に桃源郷のようなところで川が両側に流れていてでもそれを切り裂くようにねあのヘリがこうガーッと訓練で、ね、飛び交う暗い部屋で大きな画面でね体験できると思うんですよ。テレビってなかなか体験まではさせられないけれども、映画なら臨場感を持って体験してもらうあの大自然も味わって恐怖感も味わってもらえるというふうな作りにしたつもりというのが大きく変わっているところです、うん、でもう一つは少し理屈っぽいんですが辺野古がこれから大変な状況になるんですね。でも辺野古と高江はオスプレイという縦糸でもう最初からつながっているんですね、はい、でもともとアメリカ軍は辺野古の沖合に基地を作りたかった1960年代にその計画があってでなんだかんだ今回オスプレイを置くのもやっぱりそれがいいということ でそこから訓練場が北部訓練場が高江のあるところなんですね。だから海の上に配備してそこから山のところに飛ん でほとんど人がいないとされるところで訓練をする何の問題もないというのが、まあ、概ねの考え方ではあるんですね。だけどそこの集落は全く訓練場に囲まれてしまっているので結局は彼らの上で訓練をすることになるんですね。で辺野古と高江はオスプレイという意味で一体で同じ計画であるということが世の中に分かってもらってないのでその説明の部分をちょっと詰め込みなんですけど入れました。これが2つ目、はい、で3つ目はですねあの本当に非暴力実力行使と言われている反対運動の現場のですねテレビでは出せなかったところを出しました。あの今ね2番目のその歴史的な背景を含めたですねそのどのように今のその米軍の計画があってそれを日本がまあ飲むというかあるいは後押しするとも見えるようなあの映画の中でもですね誰がその向こうにいるのかということでしきりにあのナレーションでもおっしゃっていましたけれどもそのあたかも1995年の少女暴行事件といわれる不幸な事件の後に普天間基地の移転をするためにどうするかっていうふうに見えてまるでその基地移転のためにいいことするみたいな形で出てきた条件が実は私も今回初めて見て1966年っていつっていうぐらいにびっくりしたんですけれどもそこからすでに同じような計画があったということを描いてらっしゃるということでこれはやっぱりその三上さんがずっとこう継続して取材した中で出てきた意図をここの中にこう盛り込んだっていうことなんですね。そうですね。そうやってあの私たちがその少女暴行事件というものの不幸なことを、ね、利用されてまで沖縄の人たちはずっと欺き続けられてきた。でアメリカ軍が戦争に勝ったので沖縄の島を、ね、占領して蹂躙していくというのはある意味わかる話ではあるんですよ。でも復帰した後は復帰したら私たちが沖縄の人たちが失っていた人格権だとか自分の土地を自分で使う財産権だとか平和に生きる権利だとかそういうものは戻ってくると思ったのに戻ってこないどころか復帰した日から取られてしまった土地にはですねここに入ったら日本国によって罰せられるって書いてあるんですよ。前はアメリカ軍に銃を持って追いかけられるから先祖の土地取られてしまったけど入れなかったわけですね。で今は日本国に罰せられるってなってしまったんですよね。だからこの経緯からするといつの間にか復帰以降はアメリカ軍がやろうとしている横暴なことを日本政府が一緒になってやろうとしている助けてくれる側ではなくて基地を提供しなければいけないのは日本国の責任なので沖縄の人には我慢してもらうと言って矢面に立つのは日本になったんですね。だからその日本政府はどっちの味方なのって一緒になってアメリカとねまさか沖縄県民騙したりしないよねっ
と思ってたんですけど、まあ、明らかにオスプレイに関しては来ないよ来ないよって言い続けて、それ自体もマスメディアでも何でも分かってるんですよ。オスプレイの配備は何重にもそれは資料で分かってますから。でも去年まで他界の人たちに対しては国の機関がオスプレイ来ないって言ってたんですよ。まあ、そこまでね、人を騙すようなことをしてきたっていうことについては、この経緯は私たちはローカルでずっと報道してきたんだけれども、全国に伝わらない分野なので、なのでもう無理やりその部分を入れました。全体を通じてなんですけれども、やっぱりその沖縄の抱えている問題が本当に凝縮した形で出ている一方 ですね、沖縄以外のところに住んでいる人たち その沖縄に対する知識とか、あるいは今起きている現実というところの理解とのギャップが相当あるんで、難しいんじゃないかっていうふうに実は思ってですね。やっぱり基地問題って難しい。例えば佐古とか分かんないし、太田知事とかも誰も覚えてないしとかね、はい、そのだけど安全保障とか、ああ難しいってなってしまうんですが、最近ですね、インターネットの発達のおかげで若い人たちがですね、高いには特にもう自分のことのようにパッて来てパッと住み着いたり、数週間手伝って帰っていったりっていうことがあんまり沖縄の運動の中になかった感じの若い人たちが参加してくるんですね。311以前からある原発の反対運動にこう加わっている若い男の子たちとかはですね、もう20歳とかそこらでも岩井島にこう行って、はい、岩井島の運動に参加して、でその流れで高井も大変だってよって言って、高井守らなきゃって来て、もう当たり前のように防衛施設局に お兄さん今日は帰ろうって、やめてって、俺たち森壊されたくないんだよとかって言ってですね、僕全然基地のこと分かんないからとか、まずは勉強してからみたいなところじゃなくてですね、一足飛びに来るんですよ。でなんでこんなにね、原発の問題、岩井島の問題と高井の問題に一生懸命になってくれるのって、あるね19歳から20歳ぐらいの子に聞いたんですよ。そしたらその子源ちゃんって言うんですけど、岩井島に行ってね、頑張ってるおじいさんおばあさんたちを見た時にね、心が動いたんだって、心が動いたから俺の問題になったんですって言って、すっごいシンプルにかっちょいいと思ったんですよ。でその魂が動いたから自分の問題だ。でこの子たちはこんなことも言ってたんですね。今ね、地球はもうズタズタで生物が生きられないようなね、寸前の状態のボロボロの地球を大人たちはね、自分たちに渡そうとしている。で今からでも間に合うところは守りたい。でホットスポットっていうところがあるでしょ、そういうところは生物多様性があるんでしょ、こんな言葉知ってるんですね。でそういうところはどうせダメになる理由ってどこも一緒でしょって言うんですよ。で原発は原発で、基地は基地、過疎の問題とか経済の問題とか、今まで今賛成派の支持だっけどうだっけなんて思ってるのは、私たちメディアの頭でっかちな人間はそう簡単にものは言えないとかっていうのがあるんですけど、でも若い人たちはすごい危機感があってね、こんなボロボロの地球をね、自分たちに渡されても核のゴミどうするので、沖縄の自然サンゴどうするのっていうところでは直感的に動いたりできるんですよね。で知識は後からでもいい、とりあえず止めないと間に合わないっていうので動いている人たちをなんか目の当たりにしてですね、大人たちが沖縄の問題伝わりにくいよねと思ってるのではない、新しい面も出てきてる気はします。この作品の中には、それこそちょっと複雑な部分で言うとスラップ裁判というね、まあ、嫌がらせ裁判とかってよく最近言われますけれども、まあ、国家権力がある方が一般市民の方を訴えるというような形を取っている、まあ、その場面も結構裂かれているんですけれども、それこそ上関原発の現地でも同じような裁判が起こっていますし、それから今東京だと経済産業省の前 の経産省前テントという脱原発テントと言われるところでも同じようなことが起きていて、今まさにごくシンプルな非暴力の、まあ、抵抗していくですね、不服従というか、その運動そのものを、まあ、バサッと切り捨てるような、国家が、まあ、萎縮させるような形での裁判が起きたりっていうようなことが実際起きていて、そして普天間基地の最後の封鎖のところではまさにごぼう抜きというか、体をこう本当持ち上げて次々に連れて行かれると、でその中で歌を歌いながら抵抗する女性がいると、そこにまあ非常にコントラストがあるなというふうに思うんですけど、それに関してはどういうふうな思いというか、今回取材してどういう感情を持たれていますか？この
ことはですね、本当に大きな問題で、高江だけの問題でもなければ沖縄の問題でもなければ、その沖縄の基地はね、沖縄の問題だって勘違いする人がいたとしても、何か自分の生活が脅かされて反対の声を上げたら、それが全然違う本筋じゃないところの通行を妨害したかどうかっていうことで裁判に問われてしまうのであれば、意見が言えなくなりますよね。で、その市民が意見が言えなくする本体が企業とか大きな、ね、あの団体であることもたくさんあるんですが、今回国なん で国が国策に反対する市民を全然違う通行妨害であろうと何であろうと裁判所に引っ立てるということが成立してしまったのが、もうすでに成立しているんですね、嫌がらせ裁判は。で、それが高江のスラップ裁判 で上関でも同じことが起きていて、はい、あなたが何かなった時にも、これ国がやってきた時に周りは知らん顔をしてしまうという、とても恐ろしい社会に日本がなる可能性があるんですね、まあ、なりつつあると言ってもいいと思うんですね。だからこのスラップ裁判はやっぱりこのスラップという概念をね、先に広めた方がいいと思って、ある時から、あの高井の弁護団は最初からスラップ裁判って言ってたんです。でもニュース用語としては高井の裁判の3年目ぐらいですかね、もうスラップで行こうっていうことでそれを入れました。この報道機関として、あるいはメディアとして、まあ、今回映画という形でね、世にこれを出していくわけですけれども、今この時代にあってどういうふうに伝えていきたいというふうにお考えになってますか。さっきも敗北感にまみれていたと言ったんですが、やっぱり18年間報道してきて全然伝わらないし、あの政府の考えを変えることなんて到底できないし、で政府と沖縄の不幸な関係を解消させることもできないまま、この映画の最後でね、若い世代に丸投げしてしまったっていうようなシーンがあると思うんですけど、その逃げると言っていた水木ちゃんがね、今後引き受けて戦っていくみたいなことを言わせてしまったんですよね。なのでもう私たちはあの何の力にもなれなかったと思っているところでですね、今後こういうふうにやっていきたいっていう前向きな気持ちは今はないです。それでもまだジタバタしているのは、その放送法の中であの扱う素材のですね、限界っていうのがとてもあって、その大事な、ね、シーンをたくさん撮らせていただくんですが、それは県民が起こしている出来事を撮っていて、で放送した後にでもこの取材テープって外に出せないじゃないですか。で自分のお父さんお母さんおじいさんおばあさんが抵抗した歴史があるんだったら、そのテープを見たいって言っても今の放送法では無理なんですよね。で私はあの映画にね訴え出たのも、まあ、一つは映像をフリーにするというか、その事象に返すというか、普天間のゲート前でここまで頑張った人たちはたった22時間で突破はされましたけれども、でもここまで抵抗したんだっていうことは次世代に対する財産だと思うんですね。この財産を私たちは悔しいながらも記録をして、効果はなかったけれども報道はしてきた。でも今効果がなくてもこの映像を一人歩きさせることで後々にたくさん種をまいていくだろうし、そこから育っていくものもあるかもしれないっていうことを私たちは考えて映画にしたんですね。今見てもらって国全体でね、そのこの国の安全保障をどうしていくのかっていうのはとっても大事な問題なのに、なんか誰かに押し付けたまま思考停止でいるとしたら、それはねやっぱりみんなで考えようよって言っていくためには、具体的に困っている人たちの顔や状況を見てね、心が動かない人はそんなにいないと思うんですよ。だから高井をどうすればいいんだろうってなった時から、みんなね、源ちゃんによれば自分の問題だからって、自分の問題だからって若い人はやりますよね、うん、そういう感覚を信じてね、いろんなところに持っていきたい。わかりました。この標的の村はですね、8月10日から東京ではポレポレ東中野で公開、順次全国で、はい、まあ、公開されるだろうということで、はい、あのぜひ皆さんもご覧いただきたいというふうに思います。今日はですね、映画監督でもあり琉球朝日放送のアナウンサー三上千恵さんにお話を伺いました。今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。